Hey guys. Hey guys. MM カップルのあゆみと M くんです。はい、タイトルにある通りですね。私たちコロナになっちゃいました。なってしまいました。だいたい5日前ぐらいかな。6日前ぐらいからド M くんの喉の調子が悪いってなって。でその同じスパンで私が胃腸炎になってたんだけど、そんでド M くん喉の痛みかと思いきや微熱が出てきてね、その日の夕方ぐらいに出て夜中からもう寒気とかしびれがすごくて、で起きた時にはもう次の日の朝、5時ぐらい、熱が38度5分ぐらい出て、調べたらコロナ陽性出たっていう。その時私は喉の痛みとかはなくて、下痢がすごい続いてたんですね。まだワンチャン移ってないかもとか思ってたんですけど、ダイム君が病院に行った日ぐらいから私も喉の調子が悪くなってきちゃって、検査は実際できてない状況なんですけど、まあ、あのダイム君と同じ症状が出たので、まあ、コロナだったんだろうなっていう感じです、ね、ワクチン大丈夫、ワクチン2回打ったのに普通に39度いったもんね。だ今まで引いた風邪の中一番大変だった。大変だった。一番辛かった時も喉に全部きたから、うん、もう唾も飲み込めないし、呼吸するだけで通る風が痛いし、喋、うん、れなかったからね。ねえ、マジでりょっちん喋れなくなって喉痛めすぎて、息発しても痛いから、しんどい。しんどかった。もう私はほぼ治ったんですけど、大夢くんまだ咳が出てて、そう、ずっと透明なタンが出続けて、そう、咳が一番しんどかったかもしれないかもしれない。夜寝ようとするじゃん。でそれで呼吸をすると喉がすごい刺激されて、こう何くすぐったい感じになって咳がバッて出ちゃうみたいな。もうそれで呼吸するたび咳が出る状況だったから、夜マジで寝れんくて、うん、どうすれば寝れるかねみたいな2人で、ね、3時ぐらいまで起きてずっとオケーってしてた。してたね。あれが一番しんどかったかもな、私は。めっちゃあともうちょっとだね、いきなり、コロナになった原因が銀行に行かなきゃいけなくて、確定申告のために去年の1年分の明細が必要で、でそれ取り行ったんだけど、銀行内とかその駅の建物がめっちゃ暑くて、でさ俺が半袖でいたじゃん、建物内は、で汗かいてたし、外はなんか微妙に涼しかったから、それで冷えたかなって。なるまではやっぱちょっと遠い存在だったじゃないけど、うん、まあ、私たちの税理士さんもコロナになってたから、確かに死にかけてたから、死にかけ遠い存在ではないか、まあ、ちょっとこう身近に感じるようになってて、気をつけないとねぐらいの感覚でいたんだけど、やっぱこうどっかでねもらっちゃったみたいで、ね、これ私たちさ、タバコも吸ってないし、まだあの若いじゃん年齢的に、若いからまださこう回復するのに、まあちょっと期間でさ回復するけどさ、これがマジお年寄りの方とかなっちゃったら絶対やばいって思った。自分でこう体感してみて、大変だよ、大変だよ、みんなも気をつけてくださいね。気をつけて、本当に。あの私結構その消毒をサボっちゃったりする時があったから、もうこれからはもう絶対ちゃんとちゃんとやる、ほんと俺
俺じゃあ帰ったらすぐ服脱いで、全部脱いで、シャワー入って、寝る。寝る。シャワー入って、寝る。一歩でも外出たら、服脱いで、そうね、シャワー入って、うん、寝る。寝るのではまあ仕事できなくなる。まああれだよね、活動自体はさ多分そんなみんな気づかないかもしれない。週一でいやそうだね、毎日投稿してるわけじゃないから。そう、あちょっとツイッター頻度低いなとか、うん、あゆみが後ろ向いて頭痛そうにしてるな。あったね。あれもコロナだったのかなとかちょっと考える、ね、あと味覚やばいよね今。あ苦い苦い。昨日いちごを2人で食べたんですけど。あの甘王あるじゃないですか、めちゃくちゃ甘くて有名ないちご、あれを食べた瞬間酸っぱみたいな、2人で言ってえ何これめっちゃ酸っぱくないみたいな。レモン以上に酸っぱかった。そうレモンを丸かじりしたぐらい酸っぱくて、え、待って、あ、もうこんな酸っぱかったっけみたいな。ね。なんで、あ、こういうやつなんだよね。なんか私が。自分に聞かせてる。あの、でも美味しかったの、美味しかったの、酸っぱいけど、酸っぱみと甘みがちょうどこう、ハイブリッドしたやつなのかなみたいな、わざと。そういう商品なんだって思って。あと考えたらさ、うちらコロナだし味覚やばいんじゃないみたいな。噛んだ瞬間でもやっぱちょっとじわるなあれ。めっちゃいちごの製品のそういう味かと思ってたからさ。頑張ったら食えるんだけど。そう失敗。経験者からのアドバイスとしては、あの蜂蜜はね家に1リットルぐらい置いといた方がいいです。蜂蜜はね結構助けられたね。助けられた、うん、喉の痛みをねこう保護してくれるみたいで、ね、保湿してくれんだよね。そう、お湯に蜂蜜を小さじ1、2杯、2杯ぐらいがちょうどいいと入れて飲むと、うん、結構いい紛れる感じだった。プラスね生姜とかあったら体も温まるし、うん、いいかもしれない。そういうのがあるだけで結構変わってくると思うから、もし感染しちゃったっていう方がいたら、ね、ちょっとこれを試してみてほしい、ね、こんな中にエッチしましたかって聞さ。できんできん。あ、でも昨日ちょっとしたね。ちょっと通過した。ちょっと通過、俺がソロだ。違う。昨日はあのちょっとそういう雰囲気になりまして、まあ、したんですけど、私昨日までの咳が治ってなかったから、ちょっとこうエッチ中もね、なんかこうケホケホみたいな、たまにアンアンケホアンケホみたいな感じで、エッチしてて、で、それで、あのね、ドラえもんくんが、今回すごかった。すごかった。敏感すぎてすごかった。久々だったからさ、エッチ自体がちょっとコロナで。耐久性がね。耐久性がちょっと崩壊したかもしれない。あ、まだ早かったかなってちょっと思っちゃった。先週はおすすめしないです。うん。あのバックならいける。バックか、じゃあバックでフィニッシュですね。でね、バックまで行っちゃうとちょっと肺が圧迫されちゃうから、うん、気づいたら死んでたみたいな、なんてこともねちょっとあるかもしれない。そう、激しくはダメですね、うん、本当にソフトなエッチでなんだアドバイス満たしてください。アドバイス以上ですかね。以上です。じゃあ他なんか気になることあったらコメントで教えてください、はい、もうちょっとで治ると思う、うん、また元気な姿でお会いしましょう、うん、お会いしましょうね、うん、え、あのメイクする元気
あるのかなって思った方、私はですね、ちょっとメイクしないと落ち着かないたちでね、熱がある日もずっとメイクしてた。いけないと思うけど、ね、あんま良くないと思うけどね。あ、じゃあメイクしないとね、気持ちが落ちちゃうか。そう、気持ち落ちちゃうんですよね。謎に。そう、素晴らしい女性です。いやいや、じゃあバイバイします。したいですか。みんなもうちょっと寝たい。バイバイ。本当はもうちょっとさ、マスク姿のうちら見たいんじゃない。マスク姿のうちら、あのいつも見てるもん。これがいつもそうだもんね。今日はちゃんと喉保護用のマスク。喉のうるってやつだよね。そう、おまたの。はい、ということで、また次の動画でお会いしましょう。一人でボケてさ、咳込まないでよ。バイバイ。急に寝転がるから出ちゃう。分かった？うん。やめな、汚ねえって言われちゃうよ。